タルゴ3機関可変使用タルゴ車両によって運行される T、カタランタルゴタルゴは、レンフェで開発された一軸台車連接型客車及び、それによる列車の総称であり、これを開発した鉄道車両メーカーの名称、またレンフェがタルゴ客車を用いて運行する一部特急列車のブランド名である。タルゴの名称は、スペイン語で、ゴイコエチェアオリオール軽量連接式列車の 頭文字に由来し、二人の開発者、アレハンドロ・ゴイ・コエチアとホセルイス・オリオールの名前を取っている。タルゴ6の一軸独立車輪機関化変車軸、リエイラに設けられているタルゴ車両用の機関、変更装置1942年に試作者のタルグイーが製造されて、以降、現在までに複数の形式が開発されているが、すべて車輪が一軸独立であるという特徴を持つ。 左右の車輪をつなぐ車軸が存在せず、車輪の間に通路などを設けるための空間が確保できるため、車高が非常に低くなっている。こうしたユニークな特徴を持つタルゴが開発された背景には、スペイン国鉄の抱える独特の問題がある。スペイン国鉄は後期を採用しているため、曲線区間において内側と外側のレール長の差が、 強気や標準気のそれと比べて大きいこのため、左右の車輪が同じ速度で回転する通常の台車では、曲線通過時に車輪トレイルの摩擦が大きくなり、車輪が摩耗しやすい。またスペイン国鉄の路線には、山岳路線が多く、必然的に周辺諸国と比較して、曲線区間が多く曲線半径も小さい。このように、タルゴの本来の開発目的は、 左右独立車輪採用による車輪摩耗の軽減と低重心化による曲線通過速度向上であり、機関化変機構の装備を目的に開発されたわけではない。タルゴは左右独立車輪を採用しているために車輪が常にレール方向を向くためのステアリング機構を必要とする。試作車のタルグイとタルグイの実績をもとに1950年に製造され、 同年7月14日より営業運転開始されたタルゴブでは、ステアリング機構の構造上、一方向にしか高速走行できず、機関車と客車が固定編成となっており、折り返す際には編成ごと方向転換する必要があったが、1964年のタルガイ以降は、Z リンクステアリングを採用することにより、前後方向とも高速走行可能になり、 機関車の付け替えのみで折り返すことが可能になった。タルガイ開発時には同じ低い車高の専用機関車 3000T 型も開発された。1968年に T、カタランタルゴとして隣国フランスとの乗り入れに対応した機関化変仕様のタルガイ RD が登場した。これがタルゴが機関化変車両の代名詞となった理由である。 1980年に現行の振り子仕様のタルゴペンジューラーが開発され、タルゴシリーズの主流になった。専用機関車として354型が開発されたが、タルゴペンジューラーは専用機以外の機関車でも牽引できるようになった。以降のタルゴシリーズはタルゴペンジューラーがベースとなっている。その後、タルゴブ、タルゴビ、タルゴビーが登場した。現在では、 両端に専用の機関車を連結し、動力集中方式の固定編成となったトルゴ350がアベニューにおいて運行されている。なお、スペイン以外でも1988年にアメリカ合衆国、1992年にドイツ、2011年にウズベキスタンへ輸出されており、欧米の広い地域でその活躍を見ることができる。 サルバドール・ダリモーメア・ナストラム・号アムトラック・カスケーズ、アムトラック・カスケーズ・カザフスタン国鉄のタルゴ200、ウズベキスタン国鉄アフロチオブ、サウジアラビア高速鉄道のタルゴ350、インド国鉄では、スペイン時代のままの姿で運用される、アルゼンチン国鉄が保有するタルゴ4タルゴ客車と、機関車を組み合わせた編成で、タルゴ以外のブランド名で運行する特急もある。 レンフェ730系用のタルゴ客車編成の両端にある非電格間運転用の電源車は、機関車側代車のみに軸台車になっている。桜井博今すぐ乗りたい。世界名列車の旅新潮社、2009年、73ページ。ISBN 978から4から10から138,471から9。購入車。 鉄道ファン1989年5月号、P102AB フランス国内は古来湯の種別で運転。なお、かつてはスイスジュネーブのコルナバーン駅まで運行されていた。メアナストラムはラテン語で我々の海、つまり地中海の意。古代ローマ帝国は地中海全域を支配していたためローマ人は地中海をこのように呼んでいた。ありがとうございます。